三角形になるように縦に半分に折って折り目を入れて広げます。三角形になるように横に半分に折って折り目を入れて広げます。四つの角を中心に向けて内向きに折ります。さらに4つの角を中心に向けて内向きに折ります。ひっくり返し、4つの角を中心に向けて内向きに折ります。ひっくり返し、中心の上側の角と下側の角をそれぞれ外側に折ります。
ドライバーなど細いものを使って外側の角をカールさせます。ドライバーなど細いものを使って内側の角をカールさせます。